はい、この動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、紹介したい商品はこちらの、掛け軸になっております。これは掛け軸は、まあもうすでに出来合いでこの画線紙が埋め込んでありますので、ここに、書道の作品を直接書き込んで、まあ書道なり日本画なり直接画線紙がで裏掛け軸を作ってありますので、そのまま直接書く。普通大抵掛け軸っていうのはこういう作品があった時に、作品があってその切れをどんどん表具紙がつけていって軸を完成させるんですが、もうあらかじめできているというところになっています。んでまあ、漏れなくですね、作品この、まあ、出来合いの掛け軸を買うとうまく書けるんですが、今一文字サービスですね、この柄、この柄の、一文字をサービスしてお付けします。まあこの付け方は作品を書いたら、まあちょっと長めに取ってあるんで、これでカッターで切って、アイロンを使ってアイロンを使えば止まります。今は全然今入ってないですけど、いつこれをアイロンを当てればこれでつけることになります。で適当なところでカットします。なので展覧会なのでもうの間に合わないという時はもうこれに一発で練習して一発で書いて反抗して仕上げるようにやってください。どうぞ、これは画期的なアイテムなんでどうぞ買ってください。それでは。